こちら川崎競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのは鉄線スーパーリバーストンキング。この馬も好スタートを切りました。合計2勝、前に行きそうです。これに続くのがスピンエッジ、並んで2番、鉄線スーパー、黄色の帽子、ジャングルレイン、その後ろレインボー王子、そのうちに続いています。並んで5番、リンドブルーム、プラウドエミネンス、それに続きます。その隣にノーブルフェアリー、その横にブラウンステップ、その外にスピニングハッスル。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。では前の方から、先手を取ったのは合計2勝、その隣にスピンエッジ、リバーストンキング、それに続きます。鉄線スーパー、すぐ後ろ、この辺りで各馬第1コーナーにかかります。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのは合計2勝、さらにはスピンエッジ、その外にリバーストンキング、レインボー王子、そのうちに続いています。並んで12番、ノーブルフェアリー、スピニングハッスル、すぐ後ろ、その隣にプラウドエミネンス、リンドブルーム、そのうちに続いています。その後ろに方針イーグル、その隣にジャングルレイン。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。鉄線スーパー、2番手は合計2勝、絶好の手応えです。リバーストンキング、3番手、短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わって合計2勝、差は3馬身、後続の手応えもいい。2番手はリバーストンキング、後続は大きく離れた。2番手はリバーストンキング、完璧です。圧倒的な強さを見せました。合計2勝、1着、2着はリバーストンキング、やはり中央の馬が強かった。勝ったのは合計2勝。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。一気に捉えるか。メジロマックイーン、メジロマックイーン、さらに突き放します。メジロマックイーン1着、メジロマックイーン完勝。メジロマックイーン1着、2着はフォロウェルズ、これが G1 馬だ。メジロマックイーン